すべてを話し終えると依頼者は懐から小さなおチョコを取り出した。これが前が消えた翌日に届きました。初めての給料で買ってくれた誕生日プレゼントなんです。ヘレックですよね。あの日から私は一滴も酒が飲めなくなった。伊集院さん、あいつを地獄に落としてくれ。申し訳ないが、あなたの話を聞く限りでは依頼を実行するための確証が乏しく感じられます。そんな